断念雨強いもんこれ今ちょうど雷が鳴ってきて、もうこの雨の中を自転車で走り切るっていうのはなんで観光で来てまで修行しなくちゃいけないのかよく分かんないから、却下ちょっと今逃げ込んだカフェです。まあ、でこういう結構ねあのこじゃれたところがあったからこういうところで、まあ、一時避難だね。でこの後あの観光協会に、もう一人のねあのフリーの、アニメでね鳥取の地域おこしをしている人にねあの地域おこしの定義は何ですかズバリそれだけ聞いてこようと思います。いやどうしようかね、日本にいてもねワーホリしてるようなもんだねこれっていうのは。なんかでしたね。